どうも皆さん、おはようございます。久保塚です。本日は巨著さん、おデブさん、おデブさんやっていくんだけど、なんだこれ、再開ご上限バチョ、これはね、アイテムを取ってた時のやつですね。まあ、気にしないでくれ。こんなもんはいらねえ。馬好きの変態なんかいらねえんだよ。俺はデブを愛してる。ということで、これね、さっきね、やったんですよ、実は。チャレンジして、失敗しましたという。クリアというか、その条件を満たせなくて、まあ、会えなく2回目ということですね。この説明も2回目よ。何なんか村に、なんか村を荒らしてくる奴がいたんだけど、この村のデブ巨著がもうやっつけたのよ。田畑を守ってたわけ。でも今度は、黄金の次は、軍が襲ってきたわけよ。もう巨著も怒ったの。プンプンだぞーって。デブが怒っちゃったわけ。殴り込んだわけ。討伐軍に。でも義の、まあ、早々連中。天意が来たわけよ。あのハゲろくなことしてねえな。ぶっ飛ばしてやろうぜ。つうことで、何がいいんだろうね。何がいいんだろうねっていうことで、さっきね、これ氷にしたんだけど、なんかあんま大したことなかったし、毒でいくか。で、これやっぱ馬の上がいいと思われるんで、行きましょう。ということで、条件はね、とりあえず、4人の有名武将が出てくるんで、天以外の。それを倒すんだけど、倒す以外にも、輸送部隊を、まず逃がさないこと、それと被害拡大のテロップを出さないこと、それと、100人以上撃破することって書いてあるんだけど、多分これは全部はね満たさなくてもいいと思う。多分被害拡大なしで輸送部隊も全部出さずに敵武将を撃破すればゲットできると思う。ちょっと細かいのは分からない。でもとりあえず点数にかかってるのは今言った項目かなっていう感じ。うら毒状態にして、ちょ、ガードしないで。おい、もう毒ボーナス終わったじゃん。もう毒にしたら、あれなんだよね。防御力が下がるんだよね。いまいち使い方よくわかんないんだよな。防御力下がってんの？なんなんだよ、お前。おい、どこ行った？なんか、何お前回復してんだよ。遅延やめろ？ほんと、やめて。死ね。よし。さよなら、俺に。で、おい、サルなお前、こら。で、こっから、あいつらを倒していく。先にね、輸送部隊を倒すと、なんか武将が切れちゃって、強くなるんだよ。なんか切れて強くなるって、冷静な方が強いんだけどな。違う、冷静を失った、バーサクモードになった方が強くなるって、おかしいな。おかしいんだよ。もう三国の時代はよ。冷静な奴が勝つんだよ、常に。ちょ、触らないで。で、次、上に行きましょう。北に上がっていって、道中の、天意の輸送部隊を、まず、倒しましょう。3人いるんで。先生倒して、で、上の利点かな。利点の方に行きましょう。多分それがいい。天意はね、さっきちょっと倒しちゃって、中途半端なタイミングで。中途半端なタイミングで倒しちゃって、多分それがね、ちょっとよろしくないことになっちゃったんだ。そういうことでね、満潮となんかいろいろイベント被っちゃって、満潮のところで被害拡大が出ちゃって、めんどくさいことになったんだ、なっちゃったんだよね。あんま舌が回ってないのは、ま、いつものことなんで気にしないでください。もう頭がやられてるんです。僕は頭がやられてるんです。皆さん助けてください。やめだよ、こんな。今ちょっとね、時間遅いのよ。普段ね、もうちょっと早い時間にゲームやるんですけど、ちょっと今日いろいろ事情があってね、帰ってくるの遅くなっちゃって、そう、ちょっと遅いんだよね。遅いから、結構一日のこの疲れ、まあ、精神的な疲れよ。体は全然元気なんだけど、精神的な疲れが来てて、舌が回らなくなってる。いつも以上に。気にしないでほしい。その舌が回らない僕もまたアイデンティティであると。自己同一性を保つために必要な要素であるということは、認識してほしい。否定しないでほしい、そこ。あ、彼はこういう人なんだな。そこをまた愛してほしい。俺という人間、何なんだこの飛んでくるハゲはよ、おめえ。ぴょんぴょこぴょんぴょこ。ハムスターハゲ。飛ぶんじゃねえよ、おめえ。じっとしてろ、ハゲは。ダメですよ、ハゲというアイデンティティ。バカにしちゃダメ。リーちゃん？何ここ閉じ込められた変なとこに。何なんだここ。おう、自警団死ぬんだよね、これ。自警団、痛いわ、って。自警団死んだら、ね、確かこっち来るんだよね。もう、己のテリトリーを無視してこっち来る。あ、触るな。死ね。おぉ、最後のとどめ刺す前に。攻撃する。なんだよ、こいつ。テンポ大事なの。ちょ、何こいつマジでムカつくわ。ほら、来ただろ。じゃあ、飛んでっちゃった。
馬乗らして、馬乗らして、馬乗ったら俺いいから、もう何でもいいから。よし、オッケー。で、輸送兵長を倒して、で次、ガクシンが右の方に出てくるんだよ。それを倒すまでにちょっと、この辺のザコも倒して激アスを稼いでおこうっていう、そういう作戦。悪かはない。これ悪かはない作戦よ。オーケー。オーケーオーケー。来た、もう来たの？早いな、ちょっと。ちょっと早いっすね。ガクシンとこもなんか輸送部隊がちょこちょこ移動しやがるんだよな、あいつ。ガクシンも速攻で倒さないといけない。で、巨長じゃねえ。天意がついてくるんだよね、確かこっちの方に。またそれもウザポよっていう。それもウザポ、そう。略奪を開始するから、それで、輸送部隊が移動しちゃうんだよね。お前らじゃないだろ、方向が違うだろ、全然違う方向やるんだよね、これ。絶対敵と真逆にこのチャージ後上げるんだよ。なんかおかしいんだよ、このチャージ後。ちょ、さあ、うぜえな、こいつは。なんか死にかけてんじゃん、俺、知らん間に。どうなってんの？結局これ、通常後繰り返してるのが、一番強いとか言ったらガードされたっていう。まずい、まずい。逃げられる。オーケー。回復持ってないっすか、誰か。なさそう。なさそう。やばい、行くしかない。上の方にね、逃げていくんだよ。あの、輸送兵長が。そういうの相手をしないといけない。逃げられちゃう。やべえ、もうあんなとこまで行ってる。急がないと。まずい、まずい。移動出所。あれをなんとかしないといけないのよ。逃げられちゃったら評価下がっちゃうから。お前らか。あれ？あの、向こうにいるやつは違うの？ちょっと、お前ら一旦ちょっと置いてて、向こうね、これ違う？これは、おーい、待ってくれ。これ違うのかよ、こいつら。なんなんだよ、脅かしやがってよ。全然余裕あるじゃん。なんでこいつ、読んでた、俺の動きを。やる。お前じゃないです。お前みたいな雑魚に、チャージさんはいらん。なんか出てきた。よし、これで回復よ。よし、ちょ、この辺雑魚殺しとこう。よし、いいぞ。どこ逃げんだ、お前ら。生きて帰ると思うな。あ、生きて帰れた。運が良かったな。ちょっとザコを倒して、で、10分で、なんだっけ、満潮が出てくるんだよな。満潮もしばき倒さないといけない。よし。おら。これ毒になってんじゃん。どんだけ攻撃が上がってるこれ。ああ、ちょっと上がってんのかな。空中ヒットでこんだけ入るってことは。ああ、ちょっとでもちょっとだな。なんかよくわかんねえな。雑魚兵だからなんか少ないのかな。武将とかの方がもっと、わかりやすく、大きな変化があるのかもしれない。あまり毒のこの、有用性を私理解しておりません。でよ。これ、天員は多分倒さなくていいよね。さっき倒してめんどくさくなったんだよな。倒す前に、もう、下の満潮を倒しましょう。満潮を倒すことに全力を注ぐ。それが一番よ。対満潮部隊よ、俺たちは。干潮じゃない。満潮。常に一番満ちてる時に俺たちの力を発揮していこうって。月の引力に従っていこうぜ。サテライトキャノンでいこう。作戦名サテライトキャノンでいこう。ちょ、天死ぬな、お前。天死ぬな。つまり、100人殺したい。天死ぬなよ。俺はザコ殺したいんだ。ザコで100人殺しておくと評価が安定するということはもう分かってる。さあ、こちらのこの某マサチューセッツ工科大学の研究データ分かってんだよ。よし、下だよ。もう下行っとこうか。あ、でもまだ時間あるな。まだお時間が終わりですね。でもここの5人もしばき倒しておく。それがいい。馬からは降りないことはこつ。天意が来たらね、鬱陶しいんだよね。防護にされるから、あいつ火力やばいから。でき、おわ、来たんだよ、天。ちょ、来るなって、お前、もう。お前死ぬんだ。お前死んだらめんどくさいんだよな。お前、やべえやべえやべえ。こいつめんどくせえやつだな、こいつ。終始めんどくせえな、おめえ。もう終始めんどくさ子だよ、お前は。出てくるんじゃないよ、もう。ほら、ザゴのこの激発を稼ぎたいの。
あ、来てんな、こっち、のこ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 と。こいつ、ストーカーか、このハゲ。デブ好き、おい、来てない。なんか来たり帰ってる、来たり帰ったりしてる。思わせぶりな女の子じゃん、お前。そんなピュアなハゲだった。やつ結構ピュアなハゲです。よし。おれ。おれ、いいぞ、いいぞ。あと3人。あ、こいつ超3人いるじゃん。オッケーオッケー。あとお前だよ。おい。よし、100人。これであと、あと1分、あと1分出てくるぞ。おまんまん出てくる。おまんまんはこの辺に出てくるんだよ。おまんまんを倒した俺の勝ち。お、一緒にドライブするけ俺と。よし、いいぜ。ついてこれるかな、この俺のコーナリング。このコーナリングスピードついてこれねえだろ、お前。あははちょろいもんよ。ブレーキングがポイントよ。おら、うまいもんよ。これが闘牛士。闘牛士よ。かかってこい。おい、おい、おい、おい。なんだこいつら。なんか知らない。雑魚が増えてる。あ、すまん。当てちゃった。当てちゃダメなんで。当てるのルール違反ね。あと30秒。こんだけ遊んでも30秒しか経ってないの。ハゲドの楽しい一日も、たったの30秒だった。時間が経つのが長いな。ちょ、早く。うら、よし、オッケー。もう出てくるだろ。あと何秒？あと5秒。5、4、3、2、1、カモン。あれ？あ、あとちょっとだった。お、来た。マンジョ？マンジョどこ？あ、殺す。マンジョどこ行った？お前いいんで。ちょ、邪魔す、お前、うん。お前何なんだこいつ。ちょ、マンジョどこだよ。マンジョどこ行った？マンジョ？マンジョどこだよ。ちょ、マンジョどこ？なんかいない、いた。ちょ、待て、早く、速攻でマンジョ殺さないといけない。ちょ、いて。ちょ、マンジョ勝て。マンジョ勝て。なんで邪魔すんだよ、お前、人がやってんのに。やべ、丸打っちゃった。これ丸打ったらダメなんだよ。丸打ったら長引いちゃうから。おい、これいったろ。なんで当たんないの？マンジョ？よし、これでいった。よし、これでクリアろ。これでオッケーだろ。よしよし、いいだろ。オッケーオッケーオッケー。貴重品なんかどうでもいいよ。で、これ店員をもう一回殺しゃいいのよ。オッケーオッケー。やっぱりね、さっき被害拡大が一回出ちゃったんで、マンジョ撃破にもたついちゃって、この天意の2回目の出現とマンジョ撃破が被っちゃって、この天意の処理に時間取られたせいでね、やられちゃったんだよ。だから天意はあんまり殺さない方がいいね。めんどくさいことになっちゃったんだよね。ちょ、これなんか行ってんな、上に一匹。ちょ、輸送部隊これに、あんまり逃げられるとね、めんどくさいことになるから、普通にステージ失敗になっちゃうから、これちょっと殺しに行くわ。なんか、ふぬけた野郎がいる。おめえ、ふざけんなよ。お前、お、なに？ 2 匹もいる。この先にお前もかよ。許さん。おい。お前ら、こうしちゃう。いた。ほら。結構頑丈に、君たち。天意が来る前に相手しないと。よし、オッケー。いいよ。体力も回復。お前、まだ生きてたのかよ。やべ、来た！来ちゃった。こいつほんと。で、これ、天意も一緒に殺したらいいんじゃない？ここで。天意も一緒に殺しましょうよ。それがいい。ここでまとめて、おい。どこ行った？何逃げてんだよ、お前。あいつなんか、一人逃げてる暗示のところに許さん。そういう動き嫌いよ、俺。もう一部隊来てる、これ。来てないな。よし。ちょ、あの肉まんが欲しい。この肉まんは、俺を呼んでた、今。聞こえた。肉まんの声。はっきり聞こえた。天意マジ強いからな。火力がおかしいんだよ。なんでお前来ないの、ほんと。一緒、えー、いつ行ったの、そっち。ユーさん、まあもうゲットしてるからどうでもいいんだけど。これなんか、え、全員行かれたらやばいんだっけ。全員行かれたら確か失敗なんだよな。よし。死ね。お、パワーアップモード来た。小野町子スーパーパワーアップモード。ほい。
どうよ、どう、ほら逃げないで。私からにこれだ、もう一回倒さなきゃなんないんだね、確かこれ。これだけじゃないんだよね。死ね、うっしゃ。何回引くんだよ、お前。次どこ出てくんの、はい、早く出てきたまえ。もういいんだよ、用ないんだよ、この村にも。何の未練もないの。ゲットしちゃったから、アイテムを。ドゥ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 じゃないんだよ。早く来たまえ。これ何これ、回復？うわぁ、もったいないことしちゃった。肉の封切っちゃった。やっちゃったよ。まあいいや、置いとこう。お、店員さんまだ？そう、これ条件がね、店員をぶっ殺しましょうなんだよ、ほう。でも店員がいないっていうね。悲しい事実よ。タオさん、もうそっから出てくんのかよ、お前。もうやめだ。いや、許さん。退却なんかさせない。俺はお前を殺す。うわ、本気だって。ちょっと待って。その前に輸送部隊。その前に輸送部隊の相手をしないと。こいつは逃げられたらまためんどくさい。まあ別にいいんだけど、でもやっぱ倒したいじゃん。いいと言われてもやっぱやっておきたい。そういうちょっと几帳面なところあるんですよ。まあ融通が効かないと思うよ。でも、やりたい。なんか、のうのうと生きてるのが許せない、俺はこいつらが。略奪をして、そういう声が聞こえるの。なあ、お前、こいつマジ許さねえぞ、お前。のうのうと逃げやがって。戦え、ちゃんと俺と。戦ってからこう言って行け。うらお前、輸送兵長の、お、こいつ、隙間逃げていく。隙間産業か、お前。いい選球眼してるわ。ビジネスのいい選球眼してる。この隙間を狙っていくとは。どういった、お前何逃げてんだよ。ちゃっかりと。ちゃっかりマンか、お前は。よし。よし。店員にもダメージを与えつつ、そして輸送兵長にもダメージを与えつつ、このテクニック。お前、なんか行かれたんだけど、いつの間に？いつの間に行ったの？ちょ、許せん。回復しよう。おい、回復は取れない。あ、取れた。死ねえ、こら。よし。うらうらうら。やったか？よっしゃ、やってった。あとお前だけだ、店員。うら、帰ってこい。俺は馬の上だぜ。お前は地上。どっちが有利かは、言うまでもないな。よし。007のよ、あの新作見たいんだけどさ、ちょっと行きにくいよね、コロナに。まあ、過去作今見返してんだよ。あの、ショーン・コネリーのドクター・ノーから。面白いよね。相も変わらず。まあ、何の関係もない話だけど。ちょっと急に話したくなっちゃった。よし！これで、ゲッチュだべ。あ、死んでる。何こいつ。河川敷じゃん。友情の瞬間。おめえわしらと来ねえか。みんなが笑ってられて、そんで毎飯食べれるよ。大事だよな、結局それが。笑って腹いっぱい食えて、それが一番大事だよな。簡単なようで難しいっていう、そういうことや。いいワンシーンだった今。俺涙が出そうになったもん。そういう幸せって本当大事なの。失って気づく。日本人結構当たり前だけど、失って気づくんだよ、そういうもんって。うむ、いいステータス。おお、遠征幕府祭。あれ、これは攻撃がついてると思ったんだけど、ついてないんだ。つかないんだね。まあまあ、ええか、どっちみち20つけるから関係ないか。移動速度アップはいいよね。体力もつくと、ジャンプ力も上がり、そして運も若干上がる。悪くないじゃん。悪くない。100点じゃん！逃げられたけど100点だった。さすが100点のデブ。体脂肪率 100% ということを暗示してる、これは。はい、ありがとうございました、皆さん。またお会いしましょうね。それじゃあ、さようなら。